ムグラは、鎌倉時代に成立した、偽古物語、作者未章。鎌倉時代に成立した、風陽和歌集においては、その作品名が、ムグラの宿、ムグラの宿と記されている。成立年代は不明だが、風陽和歌集に、物語中の和歌が収録されていることから、同州の成立した文永8年以前の成立と考えられている。写本が2種伝わっており、 秋課大文庫所蔵本は全体のうち後半半分程度、区内庁所領部本は全体のうち後半3分の1程度を残していると考えられている。いずれにしても前半は散逸しており、物語の全体像については不明な部分が多い。落ち窪物語、住吉物語などと同じく、ママ子いじめの物語であり、中世の宮廷文学の特徴である、無常感。 大敗的傾向が見られる。ただし、現存する義庫物語の中では、その細やかな表現から、比較的、古い時期に成立したものと考えられる。主人公の女君は、ママ母に疎まれて荒れたムグラの宿に詫び住まいしている。そこへ偶然知り合った男君と結婚し幸せな日々を送るが、ママ母の策略によって二人の仲は引き裂かれ、男君は、 ママ母原の姫君と結婚させられる。女君は絶望して、宇治に陰性しようと思い、東宮妃となっていた妹に、別れの挨拶をすべくその居所を訪れる。しかし大雪のため退出できないでいるうちに、帝に見染められ、女君は誘拐されて犯される。一方、男君は失踪した女君を探すが、清水寺の観音のお告げで、女君が帝のものになっていることを知り、 悲嘆のうちに死ぬ。女君は、帝の巫女を産み、国母、女院となって栄える。ありがとうございます。